車内 EMU600 型電車は2001年12月に営業運転を開始した台湾鉄路管理局の交流電車。ギラン線と北めぐる線の電化による電車増備のため2001年から2002年にかけて56両が韓国のロテムで製造された。伝送品は日本の東芝製である。 従来の EMU500 型の後継者で、インバータをイベット素子に変更するなどの変更点がある。4両の固定編成で、両端の先頭車が電動車、中間車が付随車となっている。パンタグラフ、主編圧器は付随車の片方に搭載、制御装置は電動車に搭載している。最大4編成を連結し16両編成での走行、また、 EMU500 型との連結が考慮されている。なお営業運転では最大8両編成で運行される。主電動機は3小交流カゴ型誘導電動機を用いる。出力は2 4 0ットで電動車1両あたり4機を搭載。編成での総出力は2 0 0 0ットとなる。制御装置は VVVF インバータを用いた。 可変電圧可変周波数式である。車体は EMU500 型に準拠するが外反に4本のビードが入っている。片側に両開き式の客用扉を3つ備える。ホーム高さの関係で1段のステップがついている。座席はロングシートで中間車両に便所が設けられている。ありがとうございます。